3月3日、鳴門市の鳴門大塚スポーツパークで徳島県スポーツ賞表彰式が行われました。この表彰式は国際大会や全国大会で優秀な成績を上げるなど、徳島県の競技スポーツの発展に貢献した競技者やその指導者らの功績を称えるとともに、スポーツの一層の普及、振興を図ることを目的に平成20年から実施しているものです。表彰式ではグランプリ賞、奨励賞、ドリーム賞の3つの賞の表彰が行われ、7人の競技者と3人の指導者、1つの団体が受賞し、飯泉知事から表彰状とトロフィーが贈られました。これにおごることなく、これからの躍進に向けて努力していきたいと思います。光栄な賞をいただけたということ、やっぱりこれからの励みにもなりますし、これからもまたご声援いただけたらありがたいと思います。またよろしくお願いします。グランプリ賞の受賞者はポカリスエットスタジアム入り口のグランプリボードに名前と功績が刻まれます。またこの日はいろいろなスポーツに楽しくチャレンジし、日頃からの運動習慣を身につけてもらうファミスポ賞カーニバルも開催されました。屋外会場では自転車遊びやウェイトリフティング、フライングディスクなど、また屋内会場ではフェンシングや相撲、アーチェリーやロッククライミングといった競技へのチャレンジが人気を集めたほか、プロ選手によるデモンストレーションなども行われ、大勢の親子連れらでにぎわいました。楽しいですね。なんかいろいろあって何をやった、子どもさんから高齢者の皆さん方までが自分たちの体力に応じてスポーツに身近に親しんでいただく、まあ、障害スポーツ社会の構築、これがやはり一番大きい目標となります。これをぜひね、実現をしていきたいな、このように考えておりますので、県民の皆さん、また事業者の皆さん、大いにスポーツ王国徳島ご協力をお願いいたします。暖かい季節を迎えました。家族や友人と一緒に気軽に体を動かしてみませんか。